ワシントン、ト4日、ロイター、トランプ米政権が新型コロナウイルス感染拡大に対する中国の対応をめぐり新たな対中関税措置を検討すると同時に世界の産業供給網から中国を排除する取り組みを加速させていることが当局者の話で明らかになった国務省のキースクラッチ時間。 経済成長・エネルギー環境担当はロイターに対し、米国は数年前から供給網の中国に対する依存度の引き下げに取り組んできたが、現在こうした動きを加速させていると指摘、どの分野が重要で、深刻なボトルネックがどこに存在しているのか洗い出す必要があるとし、 米国の国家安全保障に関わる問題で、政府は近く何らかの措置を打ち出す可能性があると述べた。現職の当当局局者者や元当局者によると 商務省および他の政府機関は調達と製造の双方を中国から他の地域に移すよう企業に働きかける方法を模索税制優遇措置や国内回帰に向けた政府補助などが検討されているという当局者の一人は政府全体で取り組みが進められているとし製造業のどの分野を必須と見なし中国外でどのように製造していくか。 各省庁で検証が進められていると述べたトランプ大統領の対中政策は政権内の対中強硬派とビジネス推進派の舞台裏での攻防が特徴の一つとして挙げられるが現在の状況下では。 対中強硬派が勢力を増していると主張。当局者は中国との取引に関連して存在していた懸念が全てコロナ禍で具現化した形になっており破滅的な事態に向かう時代は整っていると語った当局者によると中国に対する措置としては完全以外に同国の当局者や企業への制裁や台湾との関係強化という選択肢もある別の当局者によると 米政府はエコノミック・プロスペリティ・ネットワークと称される信頼のおけるパートナーとの連携を構築中。デジタル事業、エネルギーとインフラ、研究、貿易、教育、通商など広範な分野で共有できる基準を採用して運営されている企業と市民社会団体が参画するとしている。これに関連してポンペオ国務長官は4月29日、米政府は日本のほか、 オーストラリア、ニュージーランド、インド、韓国、ベトナムとともに世界経済の前進に向け取り組んでいると表明、今回のような事態の再発を防ぐための供給網の再構築などが協議されていることを明らかにした。